はい。皆さん、こんにちは。今週もギブギブギブの番組が始まりました。パーソナリティの伊藤奈也と申します。今週もよろしくお願いします。はい。今日は5月4日、ゴールデンウィークの最中ですけど、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう沖縄はすごく暑い時期になっているかと思うんですが、今日、お招きいただいた方はですね、なんと真逆の寒い北海道にお住まいの方を、お呼びしております。はい。去年ですね、とある方からたまたまこういったズームのワンオンワンで出会いまして、で、すごく野球が好きな方で、で、まあ野球が好きな方だけだとビジネスになかなかならないんですけども、実は社会保険労務士の仕事もされてる、方でして、まあそういうところで何か仕事のお付き合いとか、いろんな協業ができればと思って、去年、出会いました、平井様を今日はお呼びしております。平井様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。冒頭申し上げた通り、平井さんは今、北海道で社会保険労務事務所として事業を行っておるんですけども、今日はですね、まずですね、平井さんのいろんな話を聞きたいと思いますが、自己紹介を簡単にお願いできたらというふうに思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。平井悟と申します。北海道北広島市というところで社会保険労務士の事務所をしております。独立が去年の1月にしまして、それまではずっと、大阪の方で、勤務社労士として、はい。社会保険労務士事務所に勤めておりました。昨年の1月に独立をしまして、北海道に、地元の北海道に移ってきたという感じですね。よろしくお願いします。地元が北海道なんですね。はい、そうです。はい。私は的に野球好きだっていうその背景にも気になってるんですけど、それはエスコンフィールドの背景でしょうはい、か。そうです。地ああ、は元の方い。に、こんなものができてしまったので、はい、いえいえいえ。はい、これをちょっと求めてというか、これを日ハムの応援をするために、北海道に戻ってきたという感じですね。ああ、そうだったんはでい。すね。はい。去年ですよね、エスコンフィールドが、嫌い、オープンされたのは。はい、そうです。去年オープンして、私も、ちょうどそのタイミングというか合わせたと言いますか、一緒になったと言いますか。はい。はい。同じ時期に開業させていただいたということになりますね。さっきの北広島も、確かエスコンフィールドに近い場所であってはい。るんでしょうか。そうです。もうエスコンフィールドがある街ですね。ああ、なるほど。はい。まあ、後でいろんな話の中で途切れ出てくると思うんですけども、まあ、相当ね、やっぱ平井さんは日本ハムが大好きで、まあ、地元の、球団ということもね、ありますし、もう年会も結構な回数行かれてますよね。そうですね。昨年ですね、70試合あったんですけど、66試合観戦に、応援に来ました。もう、ほはとい。んど、そうですね。ほぼ全試合と言いますか はい。行かせていただきました。そうでしたか。それはもう年間シーズンの中、チケットもとかも取ってらっしゃるもんなんですか？応援エリアといって、立って声を出してガチで応援するところなんですけど、そこが応援席と、いや、年間シートですかね、っていうものがないんですね。そうなんですね。はい。なので、毎試合毎試合チケットを買いながら、はい。はい、予定をちょっと調整しながら、観戦してたっていう感じですね。そこは、じゃあ、早く行けば必ず入れる席。という理解でそうよろですしね。い。なんか去年の夏ぐらいからですね、ちょっとずつお客さん増えてきまして、たまに取れない時があったりとか、そうなんですね。直前だと取れない時があったりするような感じで、結構埋まりやすい席になってますね、最近は。そうなんですね。はい。じゃあ、交流戦とかね、この阪神とか、広島戦って結構、パリの球場、どこも、セ・リーグのその阪神と広島ファンが締め付かされているような瞬間、はい。はい。の大事な西武なんかそうなんですけど、ええ。なかなか取るのもね、大変だったりしますけど、あ、そうですね。そういうのもじゃあ、なんとかゲットして。はい。阪神戦は本当すごかったので、逆にちょっと早めに取って、そうですよね。もう完全に埋まってます。3万3000人ぐらいだって言ってます。阪神戦の時。ああ、はい。ね、優勝してからなおさら、
ね、チケットのね、こう、売り行きもさらにこう、ね、行くね、感じもしますし。そうですはね。い。北広島市って5万7千人しか人口いないんですよ。はい。あ、はい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 。ウィスコンシン州に3万3千人ぎゅっと集まって。なるほど、なるほど。その日はい。は、周りの観客入れたら10万人ぐらいこう、そうです。なるほど、なるほど。あ、こういうところなんですね。はい、そうなんです。ね、こうね、野球の話してるとね、すでに終わってしまうっていうのそうがあなんるです。んで、ちょっとギアをまた、普通で戻させていただいて、はい。まあ、自己紹介先ほどありがとうございました。はい。はい。社労士にそもそもなろうとしたきっかけ、なんかあるんですか？あったんですか？あ、そうですね。もともと全然、なんですかね、そういう労務とか、総務って言いますか、人事のこととかっていう、全く興味がなくて、全然違う仕事を20代の時はしていたんですが、結構自分のサラリーマン生活っていうのか、の中では、労働環境っていうところに結構悩まされることが多かったりとか、あ、まあ、自分そうがだ。体調を崩してしまったりとか、はあいはい。とはまあ、ちょっとハラスメント、今で言うハラスメント的なこととかなをるほど。受けることがちょこちょこありまして、まあ、そあ。れも自分のせいのものであったりとか、まあ、会社から一方的なものであったり、いろんなものがあるんですけど、ちょっとそういったこととなんか戦えるなんか知識欲しいなと思って、なるほど。何か調べていたら、なんか結果それが社労士の資格につながるような法律だったみたいな感じで、そうだったんですきっね。かけで何か始めたっていう感じですね。なるほど、なるほど。はい。なんかそういったバネをきっかけにして勉強ええ。されたってことは、結構順調に受かったんじゃないかってイメージ持っているんですけども。はい。はい。最初やり始めたときはですね、もう、テキスト買って、はい。はい。勉強始めたんですけど、本当に何も頭に入ってこないんですね。知らないんで。ああ、なるほど、なるほど、なる書類ほど。一つの名前にしても、もう、漢字がずらずらっと並んでるので、頭に入ってこなくて、これはダメだなと思って、試験受けたんですけど、一回受けたら、何ですかね、もう本当、ほぼ全く解けない状態。マークシートでもこんな点数出るのかっていうぐらいな点数が出てきまして、そうだこっれたはんちょっですとね。ダメだなと思いまして、まあえこれ、え、なのでちょっと社会保険労務士の事務所に勤めようと思いまして、なるほど。なるほど。就職活動を始めたんですね。あ、そうだったんですね。はい。ただ、職、その社労士とか総務の経験とか全くない状態で就職活動をしたので、その時大阪に住んでいたので、大阪中の社労士事務所に、もうとにかくエントリーを出しまくったんですけど、ああ、多そう分だ。30社ぐらい出したんですけど、もう本当に一つも通らないみたいな、面接進めないみたいな感じで。書類選考で古い落とされてしまったって感じですかね。そうなんです。で、ああ、なそるほど。の、もうひたすら受け続けた中で、一つだけなんか、派遣社員として、求人があって、そこの、もう今でもすごい感謝してるんですけど、そこに行った派遣会社の、まあ、今、おばちゃんっていう言い方しますけど、おばちゃんがですね、ものすごい自分をプッシュしてくれる人で、ああ、もう、そうだね。ある事務所に連れてってくれて、そこでもうこの子はできるからって、もうプッシュしてくれて、ああ、はい。なるで、ほど、なるもう、ほど。結局そこが入った事務所になるんですけど、はい。なんか最初はちょっと、未経験いらないわぐらいな雰囲気ではあったんですが、なんかもうゴリ押しで入れてくれて、そうですか、そうですか。はい。それで、なんか、そういう縁があって、なんとか社労士の事務所に、入社できたみたいな感じで、そうだったはい。んですね。本当にいろんなご縁を、の結果というか、そういう環境に身を置けたっていう感じですね。そうだったんですね。はい。なるほど、なるほど。あ、そういった、こう、受かるために、こう、やっぱり実務を学ばなきゃいけない、は入るい。のも結構大変だったっていう、ご苦労があったわけですね。そうですね。はい。そこもかなり苦労があったというそうとでころすですかね。か。はい。やっぱりこう、業界の方々は、やっぱり経験者を求める傾向がやっぱり多いんでしょうかね。あ、そうだと思いますね。僕みたいに本当に全く知らない人が、から、もう一から教育するっていうのはやっぱり大変だと思いますし、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。はい。もう、法律の、ある程度法律のことなので、もうどこの会社でも扱ってるものは一緒なので、ある程度知っておけば、まあ、ある意味即戦力になると言いますか、はい。というところがある業界ではあるので、まあ、なかなか未経験の
人を、ね、入れるよりも、入れるっていうのもなかなか効率が悪いことだとは思いますね。ああ、なるほど。まあ、そのはい。他の、ね、資格で勉強されて、はまあ、い。その知識も生かされて、で、実務のこう、こなされていただいて、で、なんとかこの事務所にも、まあ、貢献ができるようになってきたと。そうですね。入社してから2年間、2年目ですかね。2回、その後2回試験を受けてるので、はい。1回目は落ちて、その次の年の試験で、本当になんか、ラッキーで受かったなって思ってますけど、はい。結構資格を取ることができまして、そうではすい。ね。なるほど、なるほど。じゃあ、その、受験された思いと、まあ、その、なんとか社会科学の事務所に勤められた思いが、やっとこう実った瞬間が、はい、合格という、そうですね。称号をいただいたことが全て物語ってますよね。はい、そこが、はい、スタートになってるかなと思いまあっすたね。んですか。その、受かられてからすぐに独立された、感じだ。それとも、もうちょっとワンクッションを置いて、独立。そうですね。はい、は平成30年に独立、資格を、合格をして、令和元年に登録をしてますので、それまで5年ぐらい勤めて、社労士をしていました。まあ、そこでいろいろなことを勉強させていただいて、まあ、ある意味修行期間といいますか、まあ、所長にひたすら怒られながら、そうだったんですね。所長に鍛えていただいたといいますか、なるほそういうことにしておきます。はい。ど。で、今だったらちょっと、ね、危ないのかもしれない。当時はまあそういうのもあったっていう、あ、そうですね。まあ、まあ、言良いまくしもょう。悪くも、厳しくご指導していただいて、今があるのかなと思ってますね。まあ、きっとね、まあ、本人もその、ね、所長先生の方もきっとね、いつかは、育ってくれるだろうということで、まあ、多少厳しいこともおっしゃってはるい。かもしれませんね。そうですね。はい。なるほど。そうでしたか、そうでしたか。じゃあ結構いろんな経営者とも、まあ、今度はお客さんとしても、接したいとか、はい、いうのも、その、就労時間の間で、何かはい。気づかれたものが、まあ、現れた感じなんですか？そうですね。経験自体はいろいろさせていただいたなと思っていますけど、まだまだでも、なんですかね。佐野市の事務所っていうのは、やっぱり、所長の弁護士さんとは違って、所長がいて、周りに勤務の社労士がいるっていう感じで、あくまで所長の考え方っていうのが大事になるようあ、な事務な所るなのほど。で、なるほど。独自性を出すというよりかは、事務所の方針というような感じの事務所ながる多いんほど。じゃないのかなと思うんですね。ああ、そうなんですね。はい。手継ぎ関係が好きな先生だったりとか、まあ、はい。もう何ですかね、従業員とか社長の心にもこう、フォローするような、社労士さんもいたりとか、いろんな社労士さんいらっしゃいますけども、その、当時お勤めされてた社労士さんは、手続き関係とかが強かった方ですか？そうですね、業務としてはすごい、ものすごい古い事務所で、社労士の法人というものが作れるようになったのが、平成15年とかだったらしいんですけど、法人第1号、全国で第1号に登録した事務所だったんです。あ、そうだったんですね。はい。なので、すごい古い歴史のある事務所で、まあ、従業員は10人ぐらいの事務所なんですけど、なので、業務としてはすごい幅広くやっていて、いたんですが、どっちかというと、事務所の方針としては、事務とか給与計算よりも、こういう相談業務といいますか、そっちの方を力入れていきたいっていう事務所でした。なので、結構僕らが入った後にも、結構給与計算の件数が減ったりとか、なるべくもう会社に返したいって言って、そういう、相談系の業務に注力するような感じの事務所でしたね。どうだったんですはね。い。まあ、確か法律もね、コロコロ変わりますし、はい。私なんて特にね、昔いう特別減税というね、定は額減い。税だったり、こう、給与計算する側からしてもね、ちょっとめんどくさい。こうね、つい投げたくなる気持ちもあるんですけども、はい。そういうのも逆に社労士さんとしてもやっぱり大変になってきちゃってるっていうことなんでしょうかね。そうですね。やっぱり時間、こうすればかかりますし、なかなか、効率のあまりいい業務というか、まず事務手続きはしなきゃいけないんですけど、給与計算とか言うと、ね、間違った時のリスクと考えると、割と受けたくない社労士さんが最近多いみたいなことは聞きますね。じゃあ受けずにコンサルのところに力を入れると。そうですね。はい。そういうことですよね。うん。
確か平井さん前ね、私もワンオンさせていた時は、ああいうはい。こう、助成金を積極に取るようなことはあんまりされてないんだって話は聞いてるんですけども、それは今もそれ同じ方針なんでしょうか？そうですね。助成金は、基本的にスポットでは受けていなくて、顧問先の、まあ、受けれそうなものはこっちから提案するっていうのはありますけど、なるほど。なるべくあまり、積極的には助成金はやっていないですね。じゃあ、あくまで顧問契約の中で、まあ、そういった提案をするという形で、そうですね。会社がどう動いていきたいかっていうのを聞いた上で、その会社に合うものがあるんだったら、まあ、提案できたらなと思いますし、あくまでも行動の先にお金、助成金があるっていうような考え方でさせていただいてます。で、助成金をこう取るために、こうなんか、無理に変えるということはあまりされてない感じですね。はい、そうですね。なるほど。わかりました。ちょっとその辺の社労士業務についての深掘りを、ね、次の整理させていただきたいと思うんですけども、今やってらっしゃるその社会保険労務士事務所としての業務を、今後どんなような展開をしていきたいのかっていうのはあったりされるんですか？そうですね。私の、なんか、その取り組みとして、ちょっと変わった、他の事務所と、いや、か、ちょっと変わってると言いますか。まず一つが、プログラミングを自分でやったりするので、勤プログ怠ラ管ム。理のシステム、市販のものたくさんあるんですけど、私の場合は、自分で作ったものを草に提供していたりするんですね。それは面白いですね。で、まあ、提供するのが目的ではなくて、日々の従業員の働き方とか、そういったものを、データこっちに集まってくるので、それを監視、あの、一緒に管理をしてあげると言いますか、働きすぎてないかなとか、もし働きすぎていたら、もうこういうことをしていかなきゃいけないですよっていう提案をは、あの、は、なるべく早くしてあげるとか、あとは従業員さん休まれた時に、結構連絡来るの遅かったりするんですけど、もう、こういうのってすごい初動が大事なので、そのすごい初動を早めて、いろんな、やり方、提案を、できるような、ということをつなげていくために、勤怠のシステムを提供していると。で、なるほど。はい。で、であったりとか、最近ちょっと始めたことが、従業員の人と社労士ってあまりつながりたくないんですね。めんどくさいことがちょっと、大きな声で言っちゃいけないですけど、多かったりするので、あんまり従業員の人とつながりたくはないんですけど、公式 LINE を立ち上げまして、それで、従業員さんに LINE 登録をしてもらって、事務手続きに関することのやり取りを、もう直接、社労士が自らの従業員とつながって情報収集していく。で、その情報収集したものを、経営者に逆に渡してあげるっていう、ちょっとこのルートをちょっと変えたっていう感じなんですけど、っていうような感じで、ちょっと、なんですかね、他の事務所とはちょっと違ったやり方といいますか、取り組みをしていますので、そうですか。なんかあんまり北海道にこだわらず、日本全国にこういうサービスをちょっと求めたりする方がいらっしゃったら、広く提供していきたいなっていうのが、すごい思っているところですね。リスナーの方々、今、いいお言葉がありましたね。ぜひぜひね、平井さんの本、事務所にね、お問い合わせをね、いただけると、面白いことがあるんじゃないかなと思ってます。もう、すごいし、美味しいプログラム作っちゃうんですね。そうですね。なんか、やりたくなったと言いますか。市販のソフトたくさんいいものあるんですけど、すごい、私が、のお客さんになる会社って結構、まあ、中小で、そんなに規模の大きくない事業所の方が多いので、市販のものだとすごい無駄な機能がたくさんあったりするんですよね。なので、そういうのを省きたかったっていうことと、もう一つが、人が作ったソフトってなんか勝手にアップデートされたり、何でもそうですけど、いらないアップデートされたりするじゃないですか。で、それを僕勉強するのが本当に嫌で、日々、それを追っかけるのが本当に嫌だったので、もうだったら自分で作っちゃったらいいやんと思って、ですね。確かに確かに。プログラミングの勉強を一から始めまして、そうでしたか。昔やってらっしゃったんですか？エクセルのマクロぐらいしかやったことがなくて、今は PHP っていう言語を使って、Google とか Edge とか、ウェブブラウザーで使えるようなアプリを立ち上げたの、作って、
いるので、まあ、スマートフォンとかでも、触れるようなものを、作って、お客さんに提供しているという感じにしています。なるほど。人はい。数は何人ぐらい対応できるものなんですか？そうですね。私一人でやってるので、一社、だいたいまあ50人ぐらいの会社までを、ターゲットにしているという感じですけど、なまあ、るほど。相談はいろんな方からしてほしいなと思っています。そうですね。はい。50人も集まったら、そこそこね、銀行取引もきっとね、あるでしょうから、はい。すごくこう広がっていきそうなイメージがね、持っはてい。ますけどね。そうですか。はい。で、今後もそういった、勤怠管理システムの、提案の、セミナーとかを、こうやっていくようなイメージなんでしょうか。そうですね。まず、勤怠管理だけではないんですけど、まあ、そういったちょっとオプション的な感じで、幅広く業務させていただいてますので、まあ、当然、社労士が当たり前にある仕事は、当然、力入れてやってますので、まあ、そういったものと、まあ、こういうちょっとオプション的なものと、組み合わせてお客さんに提案できたらなと思って提供しております。なるほど、そうなんですね。はい。じゃ、既存のクライアントから価格が上がってくるケースもあれば、はい。そう高い単価で話されてるので、ついでにこれもやりますよっていう、はい。どちらのパターンなんでしょうかね、きっとね。そうですね。なかなか勤怠管理だけ単品で、なんですかね、で行くと、なかなかあまり、一般の経営者の方には刺さらないので、どっちかというと、顧問になっていただいて、こういういろんなやり取りをしながら、重要性だったり、必要性をお話しさせていただいて、たどり着くっていうパターンが多いのかなと思います。なるほど。はい。私も経営者と話してるので、最近よく出る2つのテーマが、おは金い。と人。まさしく人の問題って本当にどこでも抱えるはい。のそうですで、ね。やっぱり、間接費、製造費上がってる、直接費を下げることで、やっぱり最終的に上がっていくので、そこに躍起になっている方、やっぱ増えてきましたね。そうですか。その中でもね、親和性がある部分っていうのは、お互いこうね、協力しながらできるとね、思いますし、はい。なんか、料金体系みたいなのあったりされるんですか？事務所で。いくらで、というとか。はい。そうですね。ホームページの方から、人数だけ入れていただいて、何のサービスをって、ポチポチってやったら、その見積も、概算見積もりが出るような機能が、をつけております。はい。その時点で、下にホームページが出ますので、ぜはい。ひ、気になった方はね、平井さんにお問い合わせよ。メはい。ール。ホームページに電話番号書いてあるんですか？電話番号書いてますね。はい。なるほど。どちらからね、お問い合わせいただければとはいうい。ふうに思います。はい。もう、個人の事務所なので、お見積もりも、まあ、半分もう、相談しながら 決めさせていただいているので、その辺そう結です構ね。雑なので、お気軽にご相談いただけたらと思います。なるほど。そんなことを話しているうちに結構時間が、ああ、そうですか。長く尽きてしまうんですね。まだね、時間の5分があるんですけども、はい。今日は最低限話さなきゃいけないことの一つをちょっと今からね、お聞かせいただきたいんですけども、はい。じゃあ今後平井さんが一番力を入れていきたい、内容、分野、どうか構いません。どういったキーボードも構いません。そういうのを最後に一度パシッと決めてもらえると嬉しいなと思ってますが、いかがですか？い。そうですね。いろんな勤怠の管理とか、従業員とつながりますような仕組みを作りましたとかいう話はしてたんですけど、まあ結局それはすべて労働相談につなげるためといいますか、いい提案をお客さんにするための、素材を集めるためといいますか、情報を集めるためにやっていることなので、前の事務所から、教えていただいた通り、社労士の一番重要な仕事って、本当に労働相談でお客さんにいい提案をすることだとやっぱ思ってますので、ここがやっぱり社労士、人それぞれ答えが変わることでもありますから、まあ、ここにこう、しっかりと、そのお客さんごとに、いい提案ができるようなことを日々考えて、努めていきたいなと思っております。素晴らしいですね。そういったね、強い志を持った、平井先生のホームページや、仕事ね、動画の方はもう見えますので、そこ見ていただいて、まずはね、お問い合わせしてみるっていうのは大事かもしれませんね。はい。で、人なりを理解いただいて、この方だったらちょっと安心できるなって思ったら、全然ね、契約いただいて構わないと思いますし、
あとは、無料相談も結構積極的にやってますので、ああ、なるほど。もう、何か本当雑談レベルで構わないので、ご連絡をいただいて、一度こういうズームとかで、顔を合わせながらお話しさせていただけれたらなと思います。なるほど、なるほど。ますますね、多岐にわたってね、ご活躍これからね、されるんだと思うんですけども、まあ、かたや市民の日本ハム戦もね、しっかりとね、こう、観戦も見ていただいて、今年もね、ぜひともね、いい、業績で、バリオに、そうでね。言います。日本もですね。はい。まあ、私はライバルなんですけど、そこは、まあ、共存共栄ということで、打倒、ソフトバンクという形で、まあ、共闘ができればいいのかなと、そうですね。思いますね。お互いちょっと少しでも上に行けるように頑張そりたいうなと。ですね。どこか一つを蹴落とさなきゃいけないですね。そこを見そうつでけすなきね。ゃいけないですね。って言って、西武が蹴落とされちゃうかもしれませんけどね。あれとかね。わ かりました、わかりました。そんなこんなんでね、すごくね、ね、楽しい時間ってあっという間に過ぎてしまうんですけども、もうこれまた第2弾、第3弾もあったりしますので、その時またね、こう第1弾から振り返りっていうところで、またね、お話していただけたら嬉しく思います。今日はすみません。お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。平井先生でした。以上、終わりにします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません。失礼しまはい、す。失礼します。